もちゃんと人に動いてていいですよ。種も仕掛けもないカットして裏側に貼り付けております。わかりますかね。マジシャンですか。はい最後にこの台紙に載せると完成します。おお。ちょっと手間取っておりますね。これ貼り付けないでこうなんとかなんかこう台紙で動いてると動きがともすいかも、ね、もう種も仕掛けもありますね。中国の天書の辞典です。そういうね、昔からある中国のハンコに使われている文字ですね。ねえ、さっきの後でって言ったけど、うわ、確かそうですよ。そうです、そうです。やばいなと思って。なんか前と字が漢字が変わったね。これずいぶん前に当時書いたやつですね。一番最近の文字ってどれ？こっちですね。あ、こっちね。住所。あ、そこはこう品の町。うん。バージョンだね。それから人の住所。鶴見区知って。同じ字で鶴見区知って。これがそうなの？あ、鶴がね、3人。そうだ、本当に。はいはいはい。ご家族3人の家。ここに住んでいる。これも最近。馬、豚、象に、鹿に、サギね。あ、サギ漢字に足使う。かわいい。この辺はもう全部前ですね。あ、どうもいらっしゃいませ。あの作者の山本と言います。忙しい、雨の中ありがとうございます。山本素敵です。4号棟ですって。え、4号棟最近あ、そうなの。どこのエレベーターのあれになるんですか。4号棟1系統。あ、1系統ですか。私2系統なので2階に住んでます。